PKO バンク・ポルスキは、ポーランドワルシャワに本拠を置く、同国最大手の銀行、ワルシャワ証券取引所上場企業。1919年2月、ポーランド第二共和国初代元首のユゼフ、ピウスツキにより設立された国営のパクスタ岡ャチャンノクシーが、起源となる。ワルシャワの本店に加え、ポズナニを皮切りに、クラックフ、カトビセなど各地に支店が開設され、 ポーランドマルカに代わるズーティの普及に大きな役割を果たしたが、第二次世界大戦の勃発とともに、銀行はナチスドイツの管理下に置かれ、大きな損失と停滞を被った。終戦後の再出発を経て1950年1月、ポフシックな傘シャちゃんのクしーに、組織変更がなされ、1975年から1987年までは、 ポーランド国立銀行の組織下に置かれた。1987年11月、ポーランド共産党政権が最後に実施した経済改革の一環として、再び独立の銀行となり、2000年に現在の銀行名に変更、2004年にワルシャワ証券取引所に株式を公開した。2004年以降、ウクライナリビューに拠点を置く。 大手銀行の株式を買収し子会社か2013年ノルデア銀行のポーランド事業を買収吸収合併した現在のポーランド政府の株式保有比率は約3割となっている現在の銀行名となって以降はポーランドの銀行最大手として2000年にインターネットバンキングをポーランドで最初に導入 クレディスイスとの合弁による PKO 当事室フンドスジインウェス体系日イニッチ SA の設立2012年にモバイル決済システムを導入し翌年同システムをポーランドの他大手銀行と共同利用可能な形態へと進化させ2014年6月にインテリゴファイナンシャルサービス SA を合併し IT 及びセキュリティ部門の強化を実施他に 世界初の子供向けインターネットバンキングサービスである PKO ジュニアの開設やブロックチェーン企業との提携発表など新しいサービスの提供やイノベーションに積極的に取り組んでいる。2018年9月、水保銀行と日系企業の支援に関わる業務協力覚え書きを締結した。ありがとうございます。